トライクユードキング、プレジャーミモです。カサです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回は、指で切り、まあ、こいつゲットしたんでね、使っていこうかと思います。なんかね、強そうなんだよね。友情がね。そうそうそう。こっちのね、毒じゃない方。クリープスフィア。これが新友情なんだけど、結構これ注目度高そうな感じしたんだよね。使ってみた動画見たら。うん、すごいなんかその、チェイススフィアあるじゃないですか。まあ、リムルとかについてるやつ。あれのなんか、当てやすいバージョン。で、すごいダメージ伸びてたなっていう印象があったので、早速使ってみたいなと思ってたので、今回ゲットしたので、のところでやってみたいと思います。はい、っていうことで、やっていきます。金沢からパクモンしました。はい、パクモンされました。はい、じゃあ友情を早速、つか、毒メテオで溶けちゃうかな、この辺は。あー、確かに。ゴー。おい、ダメだ。わからねえぐらい。強い。でも、なんか、エイスリのすぐ消えるから、よくない？うん、そうだね。今さ、どっか行ったよ。なんか、詳細わかってないんだよな、まだ、俺は。俺もよくわかってないんだよね。とりあえず行って当たるよね。どこ行った？いなくなった。どこ行った待って、俺、ポーンって当たって止まってみる。あ、そうだね。うん、どこ行ったどこ行ったあいつどこ行ったんだよ。これ何、雑に当たらなきゃダメなの？下に来た。まあ今の毒メテオが結構強いことで、どうなんだ、全体的になんか行かないね。そうだね。俺勝手にさ、順々に行くかと思ったんだけどさ、一方方向に行って、なんか駆け抜けちゃうね。ね、メテオが強くて、うん、マジで分からんな。汚染からか。なんかもっと、チェイクスよりはやっぱ範囲は広くないのか。さすがに。いやどうなんだろう。全然わかんねえよ、これだと。じゃあ、これで、横で上がってく。OK。いったね。ボスに行った。おー溶かした。普通に、もう一回やるよ。このステージだとちょっとわかりづらいかもね。でも面白いね、これ。はい、ああ、でも、いった。おーやった。近くの敵じゃなさそうだね。やっぱ、拡張なのかな。ボスに行ってるよね。さっきボスに行ったもんね。そう。で、ボスいないとき近くの敵なとかな。これで、だから、ボスに行くかどうか見てみるといいか。これ、一体暇するよ。オッケー。なんか、ボス殴っちゃいそう。一体行きまして、まあ。ボスに行ってる？ボスに行ってない、全部。なんか、だから、やっぱ、ボスには。ボス一中なのか、これは。なるほどね。そういうことは、じゃあ、ザコチラシにはあんま向いてないって感じかな。これもう、1分2体当たるか。おー、ボスに行ってるね、間違いなく。近くの敵なのか、ボスなのかわかんないけど。次が、ボスが、あ、全部近いな。固まって分かんない。下行ってみる。あ、いい。あ、なんか今のはボス行ってないように見える。ボスに行ってないように見えるよね。行ってたのかね。うん。まあ、でも、とりあえずなんか強い。強いの強いのはわかるわ。ちょっと、他のところでもやってみよう。はい、金魚の裏10。うん。行きました。こんな感じだ。全然当たる。OK。どこ行っとくの？ここに行って、あー。うん、すぐ消えちゃったね。あの差は何なんだろうね、展開するやつ。ビットにちょびちょびんって言って、今どっか行ったね。どっか行ったね。うん。近くの敵には通ってる。今見た感じ。うん。感じがする。これだったら右下に飛ぶってことだよね。そうだね。一旦確認では。右下飛んでって、ちょっと展開して、どっかに飛んでった。なるほど。なるほどね。で、これだったら、残念だったら左下に飛んでって、どっか行く。ってことだと思う。飛んでって、どっか行く。あ、違う。でも近くに飛んでるね。でボスがいないときは近くとか。あー、ボス必中なのかな。ボスはなんか必中に見えたけどな、近くじゃなくて飛んでってるんだけどさ。はいはいはい。今近くだって無条件でビットも出てる。今ビットの近くじゃなくないか。近くじゃないと思う。毒メディアで死んでたのか。そんなことないか。そんなことないと思う。
多分なんか優先順位が多分決められてるから。そうだね。ここは多分ビトが優先なんだね。このステージの中では。この方向はランダムっぽい。なんかその後どっか行くっていうのは。1だけじゃ無理だな。あ、できるか。1が1の軌道を見ていて。1の軌道みたい。いや、1がビットで通せるから多分そうだね。優先順位が。あるね。マシンだ。まあちょっと一回、そうね、ちょっと検証してたんで、ちょっと。ならこれだったらボス必中の意味もわかる。そうだね。うん、多分、ボスが多分優先順位的には高いから、そこに飛んでってんだね。これだって1飛ばないってことでしょ。2も飛ばないってことでしょ。そうだね。これ飛ばないもん、飛ばない。なるほどねー。あと気になるのがさ、展開された時の大きさが明らかにボスと違うよね。あー、なんか当たってからそこから広がっていくっていう感じだね。そう、それがボスの時と大きさが全然違う。はいはいはい。ほら、ちっちゃい。ちっちゃいね。ちっちゃいね、確かに。ボスの時もっとでかかったよね。でかかった、でかかった。そのキャラ、やつに合わせて。対応してなんか差があるのかね。ありそうだね。これ、めっちゃいいじゃん。注目はボスに飛んでる、ボスに飛んでる。お、でかい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 。あ、じゃあこれさ、全体友情っていうよりは、そのボス用の友情なんだね。そうだね。でかい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 。おー、強い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 。ボス周りにさ、敵がいるところだと強そうだね。まあ、そうだね、うん。巻き込んで。巻き込んで、そうそう、強いなっていう印象。なるほどねー。じゃあさ、これ、艦隊とかではないか。確かに。艦隊友情よりかな。これだったら、だって、間違いなく、それ、3、じゃあボス優先が見るよ。これでわかるでしょ。わかる。近くの敵は右だから。多分ボス行くはず。まあ、ボス行ってるね。で、大きさもでかい、やはり。でかー。何ヒットでどっか行くんだろう。ヒット数で見てんのかな、かねえ、どうなんでしょう。それか何回転とかなのかな。わあ、何回転難しいね。そう。うぃー、おお、強っ。弱点ないんだけどな。威力やばいな、だけど。威力やばい。ね。普通に。これ、遊撃紋章ね、125の。説明してみるか。オーナーシャイン。結構早い。めっちゃ早い、めっちゃ早い、めっちゃ速い。これ強いな。SS 強いね。おもろ。ラブリーね。ラブリーもいいね。うん、この SS 確かに、その、キューロマはもともと適正なんですけど、こいつ、試練の。うん。マジで強そうだね。今来てないから言えないで。はっきり言うと。まあ、でも多分強いんだ。ムー終了かもね。どう思ってるから。それだって、毒持ってるのもでかいからな。まあ、どっか行った。だからどっか行っちゃうの違和感あるね。え、なんでどっか行くパターンだ。ボスに当たって、ああ強いな。でかくなってどっか行くといいね。そうだね。うん、巻き込みやすい。なるほどね。さっきボスに行ってなかった。なんか行ってない。行ってなかった、行ってなかった。これボスに行くじゃん。おー、強いね。うん。かなり強い。ちょ、もう一回やってみよう。そうだね。はい、シンホルスも来ました。いやー、これ、やっぱ強いっすね。ね。ちょ、向けていくよ。これだったら、ホルスに行くんだよね。はずからボス一中だから。けど、行ってない。貫通しないんじゃないですか、やっぱり。ね。貫通しないね。道中で、敵に当たっちゃうと、ダメなんだ。だこれとかも、まあ、これはまあ透過してるからあれだけど。なるほどね。だからボスいるのに当たんないパターンか。貫通しないんだ。じゃあ周りちょっと溶かす必要はあるね。そうだね。直線上にいる場合は。はい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 、はい。多分そういうことなのかな。死んだね。これだったら、飛ぶんだよね、ボス。まあ、周りにいないから。そう、我々の言ってるのが合ってるならば。展開した、展開した。強っ。強いな。マジで強いね。だけど、制約もあるのが分かってた。制約もあるね。この威力、誇ってるけど、制約もある。うんうんうん。
だから雑魚がいっぱいいすぎると逆に3と4は当てられそうだね。当てられそうだ。いや、強いよ。なるほど。いる位置が大事なんだな。いる位置大事だね。正面みたいなやつしか出ないもん。なんかいやでも見合ってるね。なんかそうだね。ちゃんと主体力があるから。はい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 。これおもろい。久々に来たね。なんか震える友情ね。よし。もしエレンスタートだからこれマジ分かりやすくできそうだね。だから2のやつはこれサソリに当たっちゃうとなんかヒロって出るだけで終わる可能性、終わる可能性があるんだよね。ただ4のやつとかは多分母性飛んでくるんだよね。多分そうだね。これでちょっと上にずらしながらやってみるか。サソリに飛んだら拡散するかどうか。確かに。うん、サソリで拡散してる。うん、正しそう。明らかだね。正しそう。明らかだねこれ。そっか、もうこれ死ぬね。これもう死にます。結構なんかいろいろ分かったんじゃない。いろいろ分かった分かった。はい、じゃあ最後 S かやっていこうかな。うん、いやでも分かったね、いろいろ仕様は。そうだね、なんとなくは分かった。ね、どこほら。どこへどこ強い。うん。でも結局、ボス戦以外はさ、ボス戦以外はなんか、どっかで飛んでっちゃうね。結局だから雑に使うタイプではないのかな。雑じゃないね。俺は。違う。なんか雑っぽく見えたんだけど、俺使ってみたわ。ね。案外、ちゃんと考えて使わないと。状況を整えたりとか、必要なのかもしれない。これだってもう、多分扇風機に飛んでるでしょ。ああ、そうなのかな。優先順位もわかんねえからな。ほら、あ、本当だ。これ先の感じ、これ近くじゃないんだよ。ビットに飛んだもんね、さっきの。そういうことなのかな。そう、これだから2に当たったとしても、多分扇風機に飛ぼうとするんだよね。で、でも貫通しないから、その周りに飛ぶみたいな。そうだね、確かにそうそうそう。上の方で当たってるもんね。はい、いや、まあ、なんとなくやっぱ分かる。上がるのでかい、これ。あとは距離とか関係あんのかとかだな。ね、見た感じ関係ないんだよ。で、これで扇風機飛んでくじゃん。でかくなったりしないからね、長くなったり。ほら、そこ飛んでくじゃん。確かに。でも関係ないんだよ。だから威力とか上げる要素もないのかな。うん、ないと思う。だいぶ説明文に敵を沿うって書いてあるから、多分ね、敵の判定を沿ってくんだろうね、一周。だからそれが、こういうちっちゃいやつだと、沿う部分もやっぱちっちゃくなるじゃん。早いんじゃない？だから単純にで敵がでかいと、でかくなるのか。そうそうそう。ってことか。沿う時間が長くなるから。はいはいはい、はい。これだったら沿う時間がある程度長いんだ。さっきの風船よりは長いはず。あ、違う。ここでも優先順位あれなんだけど。あっちの方が高いんだ。あっちの方が高いんだけど。うざ、これステージによってはうざいぞ。だってこれさ、ボスに飛んでほしくない？普通に考えて。まあ、ここは飛んでほしいね、さすがに。ほら、扇風機飛んでっちゃう。あー、なるほどね。だからね、これね、ステージのね、その仕様によっては、ちょっとこいつ連れていけないってのもあるかも。そうだね。だから1体が、あれなのかな。うんうん。今のは3は、ボスの下にいたからね、扇風機飛んでたけど、当たったっていう感じかな。これはさすがにエスカだよ。これはそうでしょ。多分全員飛んでかかる。ゴー！おー、沿ってる沿ってる沿ってる。うん、沿ってどっか行くだね。うん、一周多分、ウィーンって沿ったらどっか行く。あ、大きさの基準は中心と判定の間とかなんだろう。だから敵を沿ってんだよ、敵の判定を。だけど、それだと大きさに差は出ない感じ。大きさに差出るんじゃない？敵のデカさによって。敵が丸だとしたら、うんうん、丸の大きさが変わるじゃん。この雑魚敵はちっちゃいじゃん、丸が。はい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 、はい、うん。ってことなんじゃないの。だから、そういうことでしょ。直径の長さなんじゃないのって話。あ、直径の長さだ。そういうことよね。うん。こういう状態作れるんですね。なんか、複雑な仕様だね、多分。なんか、ボス必中っていう概念がね、その防御ダウンブラスト。うん。防御ダウンダウンか。ああ、そう。あれから出てきて、そういう傾向のやつが初めてガチャ、ああ、だから、なんかガチャゲン以外でも出てきたって感じだね。だから、こういう、なんていうの、2024年仕様って感じ。ね、マジで。今年のキャラって感じです。うわ、扇風機に飛ぶ、だる！え、ボスいても
いや、扇風機飛んでる。ほら。本当だ。これダメだ、使えん、これは。ゴミじゃな。優先順位付け間違ってない？ミスってるよ。で、母性中じゃないんだよ、これ。うんうん、これは良くないね。これ良くないね。ない。だって今後だってさ、ビットンとかシールド出てきた時さ、それに座れる可能性あるんでしょ？ってことかな。防御ダンナーもそうなんだっけ？ちょっとおかしくない。防御ダンナーはボス必中だよ、絶対。絶対あれは必中だよ。必中だと思う。うわ、それ良くないな。冷静に。だから、そうなった場合はもう、ボスの裏に配置してあげなきゃならない。そうだね。で、速発するようにする。そう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 、これ死ぬかもしれん。はーい。ちょっとミラクルですよね、これは。へぇー。だから、なんかシールドをマジで優先されすぎじゃない？そうだね。これちょっとどれかしてほしかったかもしれないね。これ、微妙なところだね。あ、今これはさすがにボスの判定いったか。なるほど、なるほど。これシールドの方が優先順位、どこのステージでもそうなのかな？なんか、シールドとかピットンの方が優先順位高いの？もしかして。これちょっと調べてみると分かんないな。分かんないね。さすがに。はい、ジョッカー。これピットン出てくるからさ。どっち飛ぶのか。まあ、ボス戦まではね。まあ、そうなの。でも、なんかピットンに飛ぶ気がする。ここはそうなんじゃない？あ、違う。いや。なんか、いい感じにいってんの。今のはピットンっぽくないな、角度が。ピットンっぽくなかった。うん。ここはじゃあ、ピットンは違うのか。扇風機だけなのか。でもこれ扇風機も出てくるぞからさ、このステージ。これはボス行くでしょ。うん。使ってみたらよかったかな。いや、強いね。まあ、このレベルだったら、倒せる。さあ。どうなるか。だけど、あの時点でビット優先してないんだら、ボス行きそうだけどな。ボス行くだろうね。これ1ボス行くだろうね。ボス行くね。ボス行ってる。はいはいはい。やっぱクエストごとにで違うとかの可能性が高い。クエストごとに違うね。やるもんね。うん、強い。シンプル強い。はい。っていうことで、指レギー使ってきました。まあ、この友情コンボ、クリープスフィアがね、詳しく知りたかったんで使ってみたわけなんですけど、ボス必中ではない。詳しくは。必中かと思ったけど。なんか、エスカで扇風機に飛んでたし。おそらく、あれね、クエストごとには優先順位があって、一番上にボスがいないパターンがあるね。内部状態高いやつに飛んでく。そうしたら、一番高いやつを多分設定で変えちゃえば、ボス必中にはならない。とりあえずボス必ず必中ってわけではなさそう。なんかね、ビットンとかすごい優先されてた気がするんだよね、見た感じ。扇風機とか。どうなんだろうね。壊れないやつは優先、それに除外されてたらいいけどね。ね。うん。まあだから、当てたいやつに当てらんないっていうの出てきそうだね、これは。そう。だから配置が必要になるから。まあ、その場合は貫通しないのがある意味いいんだけどね。そうそうそう。そう。そう。うまく使ってくださいっていう感じだよね。うん。うん。うわぁ、これはね、威力的にはでも良かったね。いや、十分。特にこれでパワー型だから。さっき言った判定のでかいやつに対してはかなり強い。いや、すごい長くわーってずーっとやってられるんで面白かったね。まあ、これがパワー型なんで、ほんとこれの砲撃方とかもマジでやばくなりそうかな。うん、属性友情ですしっていう弱点判定もあるし。そうですね。うん。まあ、今後に期待ですけど、ちょっと、使用的には対策もされやすいかな。あー、クリップスフィア強すぎるから飛ばしたくねえな。じゃあ、優先順位、こいつが一番高い。そう。一番高い優先順位が高いビットを置いとこう。みたいなのがしちゃうから。画面外にこれ飛んでみたらうぜえもんな。うざいね。そうしたら配置まで必要になるからね。そうね。そう。ゆえに、やっぱ艦隊性能は微妙だったかなっていう感じがする。うん、まあでもしばらくは、なんか俺守護獣でもワンチャン使えそうだなと思った。なるほど。うまく必要なコンテンツ。で、ある程度、うまくなのに友情が強い。で、天馬Q は試せてないけど、ムーを超えた可能性がかなり高いです。まあ、てな感じで、今回は以上です。はい。指切り自体は結構、キャラさえいれば簡単そうだったので。うん。はい。この機会に受け取ってみるのはどうでしょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。